続いてもう一部門、ジャパンナウ部門をご紹介したいと思います。ジャパンナウ部門は現実に生きる私たちと世界との関係性をスクリーンと観客の関係性として表現する深田晃司監督を特集し、深田晃司監督の初期の作品から最新作本気の印劇場版まで短編特集を含めて5作品が出品されます。本日は深田晃司監督、森崎ウィンさん、筒井真理子さんにお越しいただいております。ご登場いただきたいと思います。どうぞ皆様拍手でお迎えください。さあ、それではお揃いになっていらっしゃる皆様ですが、お話を伺ってまいりましょう。まずは深田監督からお話を伺います。TIFFとの関わりが非常に大きい深田監督ですが、今回の特集上映の開催についてはどう感じていらっしゃいますか？はい、どうも、映画監督の深田晃司です。はい、いや今回は本当に驚きました。やはりまだ自分がその特集組んでもらえるような、そのなんだろう、キャリアだと思っていなかったので、本当にその東京国際映画祭のさんの決断に驚いたんですけど、ただちょうど2010年に艦隊という作品で賞をいただいてからちょうど10年目の節目に、こういう特集組んでいただけたのは、本当に次の10年をもうちょっと頑張れっていうような、そういった後押しをしてもらったなと、知った激励を受けたというふうに思って臨みたいと思っています。ありがとうございます。 Hello everybody, my name is Koji Fukuda. I am the director. I was quite surprised to be chosen for my films to be featured in this section because I'm still quite young in my career, and so it was a big surprise that I was chosen for this. But it's been 10 years since I received an award with Hospitalité. That was in 2010. So 10 years from there is a milestone year for me.And I believe that they were sending me a message that I have to keep on doing my best and try to do my best for the next coming years. So that was a very strong message that I received from them. さあ、この特集で上演される作品なんですが、監督にとって非常に若い頃に、もっともっと若い頃に撮られた作品もありますし、短編もありますし、どんな作品たちなのでしょうか？はい、本当に今回その特集されているのだと、その2005年に自分が初めてその、トアニメーションさんでお金を、いわば人のお金で映画を作るという経験をしたザクリ屋敷という作品、これは本当にフランスにそのメインスタッフと2人だけで実際に取材を観光したりとかした作品であったりとか、あるいは東京人間喜劇という本当にその自主映画のような作品も今回特集してもらっているところから、お二人に出てもらっている最新作そのまでやっていただいているので、本当に自分のことを全く見たことない、自分の映画を全く見たことない人にまずなんかこう入門的に見てもらえると嬉しいなというふうには思っています。 Well, I think it goes back to starting from around 2005 when I was working with Tri Animations as well as for example Human Comedy in Tokyo and there are other films that I'm hoping that this will provide an opportunityfor those people who have never seen my film, to come and watch it. はい。さあ、それではここからは俳優のお二人にもお話を伺っていきたいと思います。まず森崎ウィンさんから、はい、お話を伺いますが、この最新作本気の印劇場版、共感度 0.1% と言われる非常に難しい役どころを演じられたと思いますが、この本気の印劇場版で主演深田監督とご一緒されて、何が一番心に残りましたか？そうですね、まず俳優の森崎ウィンです。まずですね、僕がこの場でこうやってマイク握ってこうやって喋る機会があるということに、まず深田監督には本当に感謝を
したいなという気持ちに感謝しております、そして、ですね、深田さんと今回ご一緒して、まあ、もちろん作品の内容的にもちょっと0点あの共感度 0.1% 一番最初に台本を読んだ時も僕自身もその 0.1% にも満たないぐらいあの共感できなかったところもあったんですけれども、撮影に入る前に深田さんとこう何ですかね、こうキャラクター作りとしてあの構築する時間がありまして、そこでたくさんこうコミュニケーションを取らせていただきまして、気づきましたら深田ワールドに僕がどんどんのめり込んでいったといいますか、こうちゃんとそのマジックに落とし入れてくれた深田監督には本当に感謝しております。気づいたら僕が演じた辻という役にもうその場になっていたということがすごく改めて今思うと、自分でも自分の作品を見て、あ、その時はそういう感覚でやっていたんだなというのを自分でもこう思い知らされるぐらいの、マジックにかかっていたんだなっていうふうに気づかされました。はい。So good afternoon, everybody. My name is Vin Morisaki. And first of all, I would like to thank the director, Mr. Fukada, for giving me this opportunity to be able to be standing here on this stage.And it's all because of him that I have been very fortunate to have this opportunity. My role, as was introduced, is somebody that has less than 0.1% empathy. And when I read the screenplay, I thought, how am I going to prepare myself for someone that has less empathy? And I didn't really have any empathy towards the character when I first read it as well. But I had a lot of opportunities to sit down with the director to discuss my character.To prepare myself. And before I knew it, I was really deeply enveloped in the world, in the Fukada world, as they say, and mesmerized by the Fukada magic. And the role that I played is Tsuji, that's the name of the role that I played. And before I realized it, I noticed that I myself had become Tsuji himself. And so looking back, I think that's all what this magic is all about. He was able to create this kind of magic around me. 本当にあの映画拝見しましたけど、ものすごいイライラするんです。ものすごくこう揺さぶられて、でも最後の方に終わってほしくないっていう、なんか奇妙な沼にこちらも引きずり込まれるような、そんな映画でしたね。はい、とても素敵な沼ワールドにありがとうございました。さあ、そして真ん中に挟まっていらっしゃる筒井真理子さんです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、横顔とそして縁に立つという深田監督作品で主演を務められました。特に横顔では令和元年度の芸術選奨の映画部門で文部科学大臣賞を受賞されていらっしゃいます。まずはそのお気持ちから。はい、ありがとうございます。筒井真理子です。その受賞した時に事務所から電話があった時は何かの間違いじゃないかと思いまして、この役者人生でそんなことが起ころうとは思っていなかったので本当にびっくりしました。でも縁に立つも横顔も監督の台本をいただいた時にこれは素晴らしい作品になるなってちょっと鳥肌が立ったことも思い出しまして、それを本当にそんな賞をいただけるようにたどり着けるようにしてくださった監督に本当に感謝です。ありがとうございます。ただ今回コロナ禍で授賞式がなくなってしまいまして、中止になりまして、残念なことに立派な賞状を宅急便のお兄さんからいただいたことがとても印象に残っております。はい、ありがとうございます。すいません。はい。So hello everybody, my name is Mariko Tsutsui. I was actually quite surprised when I got a phone call from my office telling me that I had received this award. And I thought, this must be a mistake because I never ever really dreamt that I would get such an award. So it was a very pleasant surprise. And I have been very fortunate when I read this script for Harmonium and also A Girl Missing. I thought it was a great script. It gave me the goosebumps just reading it and reading about my character. But there's just one very unfortunate thing that because of this COVID-19 situation, there was no awarding ceremony. So I had to receive the certificate, the award, through a courier service. So that was a sort of a very funny feeling that I experienced because of that.さあ、その筒井さんが感じる深田監督作品の魅力は
何でしょうか。そうですね、先ほど沼というお話が出ましたけれども、私も台本を読ませていただいて監督の作品に参加するときには最初は日常から始まるんですけれども、なんかそんなに痛くない細い注射をしているのにだんだんなんだか体がしびれてくるみたいな状態になりまして、自分でも本当にこうどこまで自分がたどり着けるんだろう、追い込めるんだろうと思いながら、その場合必死で生きようと思っているんですけれども、その時にこう自分でも見たことのない表情を切り取ってくださったりとか、そういうところがとても嬉しくて、で監督作品はずいぶん前から拝見していて、日常がなんか信じていいのかなっていうか、普通の日常を過ごしてたつもりなのになんかグラグラとこう地面が揺れて裂け目に落ちていくみたいな、そのなんか本当にあなたが見ているのも本当のことですかって、なんかちょっとこう柔らかいナイフでこう刺されて、なんか刺されているような、そういう快感があって、毎回演じていても作品を拝見しても面白いなって、中毒になるような感じだなと思っております。はい、you had mentioned the word swamp earlier, but when I receive the script, of course, I'm preparing myself for the role.It's like if I was to explain, it's like, you are, you have your daily life. And it's like through his script, you're injected. And then all of a sudden you start to feel numb. And then you think, how far can I really take myself? How deep can I take myself? And he's so good at expressing, capturing various expressions, like you're in a very dark place or you fall into a deep hole, for example.And how one would feel at that time, and what kind of expression one would have at that time. He's very good at capturing that. And so, in my daily life, I think what he does is that in anybody's daily life, is that he really makes you ask yourself, what is actually real, what is going on around you? And so he's very good at creating that kind of atmosphere. And I'm very honored to be able to work with somebody with that talent.ありがとうございます。それでは最後になりますが、深田監督、これから東京国際映画祭が始まってまいります。たくさんの映画ファンに向けてのメッセージをいただきたいと思います。はい、皆さんご存知の通り、今年はもうコロナ禍ですごく大変な中で、こういう東京国際映画祭が開催できたということ自体が本当にすごく奇跡のようなことだと思っています。今日本ではその映画館でアニメ映画の鬼滅の刃がすごく大ヒットしていて、すごく活力を取り戻しされると思っています。本当にこの大ヒットについては本当にその制作スタッフの皆さん、関わられたそのスタッフ出演者の皆さんも、このムーブメントを作り出したお客さんの皆さんにも本当にこの業界の片隅に真っ先にいる人間の一人として御礼申し上げたいと思います。一方でこういったその多様性を守る両輪として、こういった国際映画祭というのはものすごく重要で、本当に多様性を守る砦のような場所だと思っています。なのでこうやってその本当に無事にもう安全に配慮しながら、こうやって映画祭を運営して開催を決断された東京国際映画祭の本当に皆さんに御礼申し上げたいですし、ぜひ東京国際映画祭、これから始まりますが、皆さん映画を見に来て、世界各国の映画を見に来てほしいなと思っています。ぜひ見に来てください。 So, I would like to say that because this year is a very special situation, we are under this COVID-19 condition, and so it's really actually a miracle that this film festival was able to be held and to be opened. As you all know, in the Japanese animation, Kimetsu no Yaiba, this is has become a very big box office hit.In Japan and around the world, it has provided a lot of vitality to us. I'm sure it was a lot of hard work by the production staff, but I would like to thank them for creating this movement, for revitalizing cinema as well. And as someone that works in the same world, in one corner of the same world, I'm very grateful of the power that they were able to provide us. And also,film festivals show a various diversified films and diversified themes. So I think it's very important to maintain that.
But again, as we said, we have to be very precautious about the infection, and that every step will be taken so that people can come to the cinema and enjoy watching movies. And I would like to thank the organizing committee again. Thank you very much. ありがとうございました。お忙しい中駆けつけていただきました。深田浩二監督、森崎ウィンさん、そして筒井真理子さんでした。ありがとうございました。